はい、どうもこんにちは、カトルです。本日はね、まあ毎度いつものやつではあるんですが、95Hz フルオート想定動画ということで、まあ、今回は編成を8個考えてきました。で、なんか前回の光とかもそうだったと思うんですけど、マグナと紙石両方を作って動画にすることにしたんですよ。そう。なので、早い紙石用の編成から、まあ、マグナのハイランダーの編成までね、ちょっとバリエーションを多めに作ってきてるので、まあ、もしね、ちょっと参考になればということで、ちょっと動画をまとめてきました。で、戦場関係のこの編成をまとめた動画に関しては、まあ、毎度いつものことですが、スワコちゃんに解説してもらっているので、では今回もよろしくお願いしますね。皆さんお久しぶりです。ここからはクワトロチャンネルのヒロイン。私スワコが解説します。それでは行ってみましょう。まず編成を紹介する際の前提だけ簡単に説明します。まずは2所持キャラについて。私は月属性でこのキャラを所持していません。ですので今回このキャラを使った編成は紹介できません。また今回トライアルで試した映像を紹介しますが、防御機が本番と違うので、ダメージが多めに出るようにしています。また、すべてソロアムデュスで27以下になった編成です。ただしデバフリセットやトリガーは本番の状況を見て調整が必要です。次に今回使う武器についてです。武器の厳選に関してはこのようになっています。前置きは以上となります。それでは実際にムーブを見てみましょう。最初に速い編成から紹介していきます。まず紹介するのはレスラー。1ターンで討伐する編成です。ダメージがかなりギリギリなのでキャラの厳選が必須です。ナルメアは渾身厳選に覚醒攻撃タイプ。スカルは排水とヨダメ厳選、覚醒連撃タイプにしています。検証段階だと少しダメージが足りないですが、スカルの反撃やビダメが400万ほどダメージが出るので、それ込みで討伐する想定です。この編成は1ターンでフィニッシュです。タイムは32秒となりました。次に紹介するのはマナダイバー。メインゴリラでクイック召喚します。終末武器はマグナの方が良いです。1ターン目に 50% 手前に着地し、デバフリセットなしの状態で2ターン目一気に討伐します。シンダラのダメージが重要なのでオメガオの採用。渾身厳選と覚醒攻撃タイプです。マキラは DA 確定ですが、DA は未確定です。連撃確率を上げるためにハーマーを採用しています。到達ダメージがギリギリですが、ベリアル反撃ダメージを含めると討伐できると思います。この編成は2ターンでフィニッシュです。タイムは48秒となりました。次に紹介するのはエリシオン。魚叉の奥義効果を使いダメージを与える編成です。1ターン目に 25% までダメージを与えることで、デバフリセット対策しています。2ターン目にナルメアが TA 確定ではありませんが、その他のキャラの TA 回数が2ターン目で合計10回となり、アッチェレランドのダメージが発生します。ベリアル反撃ダメージも込みで討伐する想定です。この編成は2ターンでフィニッシュです。タイムは1分3秒となりました。次に紹介するのもエリシオン。楽器得意メンバーメインの編成です。楽器得意キャラは編成や覚醒込みでの合計 TA 確率が 97% です。3% TA 厳選を行えば TA 確定ですが、行わない場合でもある程度は討伐できるでしょう。1ターン目は 50% 手前に着地。2ターン目 25% を超えるのでデバフリセットを無視できます。この編成は3ターンでフィニッシュです。タイムは1分となりました。次に紹介するのはマナダイバー。
ベルゼバブに所持の方用の編成です。フィオリトを採用するため拳武器を5本採用しています。サンダルフォンの1アビによって特殊技が発動しないので、その間に倒しきる編成です。この編成は3ターンでフィニッシュです。タイムは1分23秒となりました。次に紹介するのはレリックバスター。奥義に特化した編成です。私の奥刀は140レベルですが、120レベルでも可能だと思います。上限の関係でセラスティスはあった方がいいと思います。ウリエルは4凸ならセラスティスなしでも可能性はありますが、他の手持ち次第になると思うのでダメージを確認してみてください。この編成は3ターンでフィニッシュです。タイムは1分37秒となりました。次に紹介するのはハウンドドッグ。ベルゼバブなしの人用の編成です。火力を補うためにマキラを採用しています。奥刀は120レベルでも問題ありません。この編成は3ターンでフィニッシュです。タイムは1分38秒となりました。次に紹介するのはマナダイバー。あまり編成が整っていない人用の編成です。皆無は採集していなくとも可能です。サンダルフォンの1アビで敵の特殊技を封じることで、スムーズに倒せるようにしています。
この編成は4ターンでフィニッシュです。タイムは1分52秒となりました。編成紹介は以上です。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、なんか土属性はね、その紙石の中でもそもそもハイランダーとかアレゼとかに分かれてたりもするから、バリエーションが多くてね、結構なんかいつも6編成ぐらいなんですけど、今回はちょっと多めに8編成ぐらい考えてきました。今年から俺もガレーズへデビューしてなんかいろいろ編成作ってるけど、やっぱバリエーションが多くていろんな編成を試せるっていうのはやっぱり楽しいですね、すごく。今回のガチャ更新の次の日付を見ると15日に更新が来るみたいな、多分そこがフェスだと思うから、まあ、なんか複雑だよね。強いキャラが来てほしいとも思うけど、いや今来られても困るんだけどみたいなところもちょっと正直思ってるから、ちょっとドキドキしながら15日のね更新を待とうという感じです今。ということで今回の動画はこんな感じで終わりにしようと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。